はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、まあ、これは今撮ってるのが8月の終わりらへんなんですけど、もうそろそろ多分秋服が恋しくなってきてるんじゃないかなって思うんですけど、どうですか？私も結構秋服やっぱり大好きなので、いろんなアパレルブランドからもやっぱ秋服がね、じゃんじゃんと出始める時期だと思うし、まあ、今年の秋どんなコーデを組もうかなみたいな感じで考えたりもするなと思って、今日は2023年の秋の先取りコーデをやっていきたいなって思ってます。楽しみ。まあ、もうコーディネートは決まってるんですけど、まあ、まだまだ言うても暑いので、まあ、そうですね、秋の初めぐらいかな、どっちかっていうと、まあ、そのぐらいの時期に行きたいなとか、まあ、私が考えるトレンドとかもちょっとお話しして、いろいろとコーディネート紹介してみようかなっていう風に思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速今から秋服コーデ紹介したいなと思うんですけれども、今回は5つのコーデを考えました。せっかく紹介するんだったら、それぞれちょっと違ったようなスタイルというか、いろんなテーマでコーディネート組んでみたいなと思っていて、髪の毛だったりメイク、まあ、軽くリップだったりとか、まあ、アクセサリーもそうですけど、まあ、そういうところは結構普段からも変えることは多いんですけど、今回ちょっと私ネイルも変えたいなと思ってて、今私ネイルちなみにやってなくって、最近ジェルネイルをしたりとか自分でマニキュア塗ったりとかもしていたんですけど、ちょっと一個盲点だったネイルチップを使ってみようかなって思ってて、ちなみに今ね、もうネイルチップそれ用意してあるんですけど、ちょっとお見せするとこんな感じでそれぞれ5つネイルチップがあって、まあ、あまりやっぱこうネイルって頻繁に変えるイメージがないと思うんですけど、チップだったらやっぱすぐ変えられるし、よりコーディネートがまとまるっていうか、メイクとか髪の毛とか同じで気分によっても付け替えられたりとかするので、すごいいいなと思って、今日はまあネイルチップもちょっと使っていきながらコーディネート紹介できればなって思ってます。で、全体的に私はやっぱり海外系のコーディネートが好きなので、今回も海外のトレンドというか海外のコーディネートを参考に秋服コーデを組んでいったので、そんな感じで紹介していこうかなと思います。ということで早速、じゃあまず1コーデ目紹介していきます。はい、ということでまず1コーデ目はこんな感じにしてみました。じゃじゃーん、いかがでしょうか。こちらのコーディネートは、まあ、ちょっとおしゃれランチ的なカフェ的な感じのイメージでコーディネートしてあります。カフェとかが合いそうかなみたいな感じでコーディネート組んでみました。なんかちょっとこうヨーロッパっぽいというか、ヨーロッパのカフェとかが似合うんじゃないかなみたいな感じにしております。で、ネイルもそう変えましたよ。じゃーん、こんな感じで、今回私このネイルチップ、これもちょっと負けちゃったけど、フィンガースーツってやつ使ってるんですけど、ほんとねクオリティがマジすごくて、ここのネイルチップが本当に綺麗。これね、今ちなみに私使ってるのベイビーブーマンってやつなんですけど、ほんとグラデーションが綺麗で、で、このチップの形がバレリーナっていう、ちょっとつま先指先が四角くなったような感じの、結構女性らしい感じのネイルチップで、すごいね、あの手も綺麗に見えるし、このシンプルな感じが私はすごい好き。今回どっちかっていうとネイルチップに合わせながらコーディネート組んだって言っても過言ではないんですけど、まあ、このネイルチップが結構女性らしいというか、形もそうですし、このデザインもすごくシンプルで、まあ、割と海外の方でもこういうネイルやってる方多いと思うんですけど、なので中でもこのコーデは結構海外意識な感じでコーディネート組んでます。ちょっと今カフェっぽいなと思ったので、私のこのお家にあるカフェスペースで撮影してみたんですけど、分かりにくいので一回立って全身をお見せしながら紹介しようかな。はい、ということで全身はまあこんな感じになっております。ちょっとこうふわっとしたコットン素材の白のスカート、これも結構トレンドのアイテムなんですけど、夏から秋もこういうスカートを結構使えるんじゃないかなと思ってこのスカートを合わせました。で、上もホワイトのミニティなんですけど、これこういったミニティ合わせて、その上からやっぱりもう秋コーデらしくこのレザーのジャケットを羽織ってます。で、まあこのレザーのジャケットもサイズ感が結構ぴったりめというか、あんまりこうオーバーすぎないものの方が割と今年らしいんじゃないかなっていう風に私は思います。結構今まではすごいオーバーなジャケットとかっていうのもまあ可愛いし、私も着たいなとは思ってるんですけど、そういうアイテムが多かったと思うんですが、今年は割とこういったジャストサイズな感じのジャケットだったりとかっていうのも結構トレンドな気がするので、今回はこのちょっとコンパクトなジャケット
を合わせております。で引き続き夏もそうだったんですけど、スポーティー×ガーリーっていうのも結構トレンドなキーワードになってくるかなと思うので、こういったヘラバンドをしてあげたりとかっていう感じで、ちょっとこうバランスを取ったコーディネートに仕上げております。全体的にホワイトとブラックで染めているので、とても挑戦しやすいコーディネートかなって思うんですが、全体的なトータルコーディネート私はすごい気に入ってます。でもこのコットンスカートって結構夏みたいな印象あると思うんですけど、今回オープニングでも言ってましたけど、ちょっとまあ秋かじりかけぐらいの感じのコーディネートのイメージなので、全然こういった夏っぽい素材の中にちゃんと秋らしい素材も入れてあげることで、いい感じにバランスが取れるんじゃないかなと私は思います。ということで1コーデ目はこんな感じでした。では次着替えたいと思います。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。じゃーん。このコーディネートはもう今年めちゃくちゃトレンドのデニムコーデなんですけど、このトップスもボトムもデニム素材のものを使っていて、すごく今っぽいコーディネートになっております。やっぱこの上がねタンクトップみたいな感じになっているので、まあ、それだけだと寒いかなっていうので、この網編みのニット、透かし編みニットですね。本当はこんな感じで着るトップスなんですけど、この首を抜いてあげてこんな感じでちょっとボレロっぽく着てみました。こっちの方がこのトップスのデザインをうまく活かせるかなと思ったので、今回はこんな感じで着ております。ちなみに今回のネイルがメルティングハートっていう、すごくあの可愛らしいとても今っぽい感じのデザインのネイルなんですけど、これもグラデーションになってて、このグラデーションもめちゃくちゃ綺麗だし、でこのやっぱエンボスのハートのモチーフがすごくポイントになって、とても可愛らしいチップになってます。私的にこのネイルはデリー使いできそうな感じのネイルだなっていう風に感じたので、今回のコーディネートも結構カジュアルでどこにでも着ていけそうな感じっていうのを意識してコーディネートを組みました。やっぱね秋このムートンが大活躍するので、今年もこのムートンいっぱい履いちゃいそうです。超厚底ですごい可愛いんですよ。色味もすごく秋らしい感じのカラーで、やっぱりこのバレリーナの形のチップめちゃくちゃ手綺麗に見えるな。長さもやっぱりちょっと長めっていうのもあって、すごく手が綺麗に女性らしい手に見えて可愛い。私あんまりこういう形のネイルしないので普段だから、やっぱちょっと気分変えたい時とかにすごくいいなって思ってます。やっぱ見ちゃうネイルってなんかということで次のコーディネート着替えていきたいと思います。はい、というわけで続いてのコーディネートはこんな感じでございます。ネイルを先に紹介した方がいいかな。イルフっていうネイルなんですけど、これマジで可愛い。もうやばい、私めっちゃ好きですこのネイル。なんかね偏光パールのような感じで、光に当たって角度によって色が変わって見えるんですよ。でその輝き方がすっすごい綺麗で、こんなのがチップにあるんだって私もちょっとびっくりしてるんですけど、本当サロンでやったようなクオリティのめちゃくちゃ可愛いデザインになっております。なんかベースの色がちょっとクリアなグレーブラウンみたいな感じのカラー でその中にその上に紫っぽいブルーっぽいようなラメがバーって入ってて、それがこう角度によって見えるんですけど、なんかこう光に別に当たってない時はちょっとクリアなグレージュっぽいような落ち着いた感じに見えるんですけど、光に当たると一気にこう輝きがバーってくる感じでめっちゃ可愛くて、で私はまあこのネイルを見た時にちょっとこうなんて言うんだろうな、雨っぽいというか、なんかこう幻想的な感じのアートな感じの印象を受けたので、だからちょっと今回のテーマは美術館だったり図書館だったりみたいなのをイメージして今回コーデを組みました。中のお洋服とかはちょっとこうゆったりとしたリラックス感のあるような感じのお洋服なんですけど、その上からこうジャケットをね羽織ることで、まあ、秋らしさも出るし、いい感じにかっちりさも出て、なんか美術館とか図書館とかにいそうじゃないですかこういう女の子じゃあちょっとまた立って紹介していきます。はい、ということでこんな感じです。全身はじゃーん。
ポイントとしては全体的にやっぱ秋っぽい色味を使いたいなと思ったので、まあ、このブラウンのねバッグとかジャケットブーツとかが入ることですごく秋っぽくなると思うし、このネイルのラメのカラー紫っぽくも見えるんですけどブルーっぽいような感じだったので、このパンツにもちょっとこうブルーの小花柄のパンツを持ってきたりとか、あとはこのリボンですね、髪の毛につけたリボン、こういうリボンもすごく今トレンドなアクセサリーですごく海外とかでも流行っていて、こういったリボンをちょっとカジュアルめなコーディネートに入れてあげたりとか、ジャケットみたいなこういうメンズっぽいようなアイテムと一緒に合わせて入れてあげたりとか、あとはスポーティーな感じのアイテムと一緒に合わせてつけたりとかっていうのもすごく流行りなんですけど、まあ、そういった感じで今回リボンもこのブルーのリボンを使ってみました。このブラウンとブルーっていう組み合わせ私めっちゃ好きなんですけど、すごいこう可愛い色の組み合わせで、今回のコーディネートは本当にカラーの色合いとかが結構ポイントかなと思います。でまあやっぱりこういったなんかラフな格好にジャケットパッて羽織るっていうスタイルもすごく海外っぽいコーディネートなので、まあ、私はこの秋もこういったコーディネートやっていきたいなって思ってます。ショートの丈感もボトムなので足元はブーツにしてあげてより秋らしさを演出してみました。ということで、では続いてのコーディネートに着替えたいと思います。ちなみにこのフィンガースーツのネイルチップ今回使ってるんですけど、取り付けも取り外しもめちゃくちゃ簡単で、私も今回もこれ1日で全部撮影してて、もう何回も撮ったりつけたり撮ったりつけたりしてるんですけど、このパッケージこんな感じであるんですけど、これ開けて1箱の中にも全部つけるのに外すのに必要なものが全部入っていて、まあ、ネイルチップがこんな感じであるのと、これ2段になってるんですけど、下の段にこういうミラーの紙が入ってるんですけど、これを外すと中にねヤスリとこのプレップパッドっていう爪の油だったりとか余分な汚れを落としてよりこう長持ちさせるってやつ、これとウッドスティックが入ってるんですけど、まあ、つける時はこのパッドをまず使って爪の表面の汚れだったり油分を取り除いて、でもこのチップつけるんですけど、このチップの裏にですね粘着のまあシールみたいなのがついてるんですけど、その上にまたフィルムがついてて、でこのフィルムに番号とかがねすごいちょっと細かいんですけどついてるんです。そうだからまあ自分の爪のサイズに合わせて番号を選んで、でこのフィルムを剥がしてもうピタッてくっつけるだけで OK っていうマジで簡単な手順でつけられて超便利、撮影にもすごいありがたい。こんなパッパパ付け替えられていろんなネイルとねコーディネート紹介できるからめちゃくちゃありがたいんですけど、本当にもうその3ステップかな、爪拭いてフィルム剥がして貼るっていう3ステップで OK だから、本当慣れれば多分片手1分2分ぐらいで全然できちゃうと思います。だから急なお出かけの時とかにもいいだろうし、こんな感じで付け替えてて、で外す時はこのウッドスティックを使うんですけど、このウッドスティックでこの爪のこの下の方、先じゃなくて爪の下の方からこの斜めになってるのをうまく活用しながら隙間にこうスティックを刺していって、でこれをクイッと隙間開けて剥がすって感じかな。もうこれで剥がれました。そう、粘着はねすごい強くて最長でも1週間かな、7日間持続するっていう風にパッケージの裏にも書いてあるんですけど、まあ、5から7日間ぐらいずっとつけっぱなしでいけるぐらいの粘着はあるけど、もう本当にパパパパ付け替えができてめちゃくちゃいい。でしかもこのチップも結構くるかな、柔らかめ、弾力がある感じなのですごい爪にフィットしてくれるから、だからやっぱ外れにくいしつけやすいしっていうので、そこがすごいいいなって思ってます。これという感じで、ちょっとそういえばそのつけ方とか見せてなかったなと思って説明してみました。ということで次のコーディネートに変えていきたいと思います。はい、ということで続いてのコーディネートこんな感じです。じゃーん。はい、こちらのコーディネートは結構強めな感じでコーディネート組んでみました。やっぱ私の大好きなレザーのジャケットをこんな感じで羽織って、で中ちなみにこれキャミのワンピースなんですよ。ちょっと肌見せもできるような女性らしいような感じの、まあ、サテンっぽい生地の
ミニワンピになっておりまして、このキャミワンピにあえてこういったオーバーサイズなメンズライトなジャケットを羽織るっていうのがすごく私は好きな感じのコーディネートです。でちょっとこのサテンワンピだったりレザーでカッチリしすぎちゃうかなっていう印象もあったので、足元はこんな感じでスニーカーを合わせてみました。これにヒールとか履けばすごくこうお出かけコーデにもなるし、ちょっと綺麗めなレストランとかそういったところにも行けるかなとは思うんですけど、やっぱりこういったスニーカー合わせてあげることでより日頃から着やすいようなカジュアルダウンができるので、そこも一つポイントかなっていうふうに思います。今回合わせたネイルがこちらなんですけど、 Be My Guest ってやつで、このチップもめちゃくちゃ可愛いです。ネイビーのワンカラーと、あとこのキラキラのビジューがついたネイルのセットになっております。やっぱネイルチップでこういったビジューがついてるものってなかなかないと思うんですけど、すごい本当にクオリティが高くてめちゃくちゃキラキラで超可愛いです。やっぱりちょっとこのネイルチップもキラッとしたゴージャスな感じだったりとかクールな印象もあるかなっていうので、こういったちょっときれいめなサテンのワンピにレザーっていう、もうネイルにぴったりなコーディネートに仕上げております。やっぱ秋冬のこういった濃いめのカラーのネイルっていうのめちゃくちゃ私大好きで、まあ、割と年中私濃いめのネイル好きなんですけど、特にやっぱ秋冬はこういったネイルがすごくぴったりで可愛いなって思うので、もうさらに秋が楽しみになりました。私もでは続いてのコーディネートに着替えたいと思います。はい、ということで続いてラストのコーディネートでございます。こんな感じです。イエーイこちらのコーディネートはですね、まあすごくなんだろうな、こうクールなボーイッシュなモードっぽい感じというか、まあ、そういった感じのコーディネートに仕上げてみました。で今回のネイルがオリジナルバーガンディっていう本当に素敵な色、もう私この色めちゃくちゃ好きなんですけど、普段からも結構濃いめのボルドーみたいなバーガンディみたいなカラーをよくネイル使ったりしてたんですが、このね色めちゃくちゃ可愛くて、本当に秋っぽいのとやっぱり女性らしいのと、でもこびないようなすごくこうなんて言うんでしょう、モードな感じのカラーっていうのがめちゃくちゃ可愛くて好きで、とってもお気に入りのチップでございます。ちなみにこのチップはですねスクエアの形になっていて、またさっきのバレリーナとはちょっと違った感じのシェイプになってて、これもこれですごい可愛いですよね。まあ、今回はこの赤をポイントにコーディネートを組んでみたので、やっぱこのネクタイの差し色で赤が入っていたりとか、バッグにこの赤いバッグを持ってきたりとか、ファッションとネイルがマッチするようにコーディネートを考えてみました。まあ、このコーディネートもすごく海外っぽくて、結構まあこういったコーディネート今季もトレンドだったりするので、私的には一押し秋コーデです。まあ、やっぱこのネクタイだったりパラシュートパンツとかちょっとこのオーバーのシャツとかでメンズっぽさはあるんですけど、でもこのつま先の尖ったポインテッドトゥーのブーツを持ってきてあげることで一気にここで女性らしさが出るので、私はこういうなんかダボっとしたパンツのつま先から尖ったブーツのつま先を見せるっていうコーデが大好きで、今季もこういったコーデをやっていきたいなっていう風に考えております。全体的にゆるっとしたコーディネートではあるんですが、やっぱりこのポイントの差し色の赤がすごく女性らしくて秋らしくて可愛いコーデが組めたかなと思います。ということでラストのコーディネートはこんな感じでした。はい、ということでこのような感じで秋コーデを5つ紹介していきました。いかがでしたでしょうか。皆さんなんか好きなコーディネートとかありましたかね。やっぱり私も秋コーデが一番この四季の中でも楽しみなコーディネートではあるので、すごくこうコーディネート組んでてもめちゃくちゃ楽しかったんですけど、今回そのいつもとはちょっと違ったというか、こうネイルまでコーディネートの一部として紹介していったんですけれども、実はこのネイルチップ今回ご提供いただいていまして、あのフィンガースーツっていうネイルチップ界ですごく有名なブランドさん、 K-POP のアイドルとかもすごく着用してるんですって。私はそこまで知らなかったんですけど、すごいいろんなアイドルの方が、その衣装だったりとかに合わせてパッて付け替えれるようによく使っているっていう風に聞いて、確かにこんだけの取り外しもさっき紹介したようにめちゃくちゃ簡単だし、デザインもめっちゃ種類あるんですよ。私今回5種類だったんですけど、全部で400種類なのかな。普通にこう私生活の中でも使いたいし、そういった撮影とかでもすごくいいなっていう風に思いました。ちなみにこのフィンガースーツのネイルチップはネイルサロンで実際に使われている素材を使って作られているものなので、本当にそういったクオリティだったりとか使いやすさっていうのもすごく
あって、なんか私ネイルチップってどっちかっていうとあんまりこういいイメージが今までなかったんですよ。まあ本当に私がちっちゃい頃、そのまだねこんな塗ることとかできない学生時代とかに、休日とかにたまにつけてみようかなと思って使ったりはしたことあるけど、やっぱりすぐ剥がれちゃったりとか浮いてきちゃったりとかっていうのがずっと気になっていて、今まであんまり使ったことはなかったんですけど、まあこのよかったら使ってみませんかっていう風にお声掛けをいただいて、今回使ってみたらめちゃくちゃ良かったので、これはぜひともみんなにも紹介したいなと思って今回紹介をしております。でこの一箱にですね40ピース入ってて、で全部で16サイズのサイズがあって、0から15までサイズがあるんですけど、そうすごいたくさん入ってるので、ワンサイズ上とかワンサイズ下とかをつけて付け替えれば全然2回目もいけそうな感じするので、すごいコスパもいいんじゃないかなって私は思いました。サロンとかでしようと思うとやっぱり1万円とか全然してきちゃう時もあると思うので、これだったらプラザとかロフトに売ってるみたいなのでお手軽にゲットできるっていうのもいいなってでですね、ちょっとここで皆様に素敵なキャンペーンのお知らせがあるんですけれども、なんと今回まあフィンガースーツさんにご提供いただいて動画を作らせていただいているんですが、私とフィンガースーツさんのコラボキャンペーンとしてフィンガースーツのネイルケアアイテムをプレゼントしていただけるそうです。内容としてはちなみにリムーバーと、あとオイルプッシャーっていう、こう甘皮とかをちょっと綺麗にするオイルプッシャーっていうのと、ベースコートと、あとは両面接着シールっていうものがついてきます。やばくない？そしてさらに割引キャンペーンもありまして、シュナタンっていうクーポンコードを入力してお買い物していただくと全品 10% オフになるそうです。激アツです。本当にねこれ1個高くても2000円ちょっとぐらいで、安くて1000円ちょっとぐらいだったかなで購入できるので、そのさらに 10% オフということでめちゃくちゃお得にゲットできちゃうと思うので、ぜひみんなよかったら使ってみてください。詳しくは全部概要欄にまとめておくので、ぜひ概要欄もチェックしてみてください。結構私も最近まあジェルをしてることも多かったんですけど、その前までは結構マニキュア自分で塗ったりとかしていて、でやっぱマニキュアだとすごいこう頻繁に色変えられるから、気分によってネイルを変えられたりとかするっていうのもすごくいいポイントではあったんですけど、やっぱりこう塗って乾かす時間だったりとか、日が経つにつれて剥がれてきちゃったりとかすることがあるので、まあ、そこがねちょっと時間がかかるなとか、めんどくさいなとかなっちゃうこともあったんですけど、チップだったらほんとさっき紹介したようにもうすぐ腫れちゃって、でまあこういったファッションによって変えられたりとか、あとはやっぱ普段仕事とかでネイルができないっていう方もすごいたくさんいらっしゃると思うんです。例えばエステで働いてる方だったりとか、飲食店とか看護師さんとか、そういう方もねもちろんプライベートはあって、友達とご飯食べに行くとか恋人とご飯に行くとかっていう時に、一日のためだけにマニキュア塗るっていうのも大変だと思うし、またまたジェルネイルに行くなんていうのもすっごい大変だと思うし、そういう方にもすごくネイル楽しめる機会になるかなと思って、ぜひ使ってみてほしいなって思います。今回はねいろんなテーマのファッションに合わせてネイルもねいろいろ変えたりとかして、ちょっと新しい感じの動画が作れたかなと思います。ほんと種類もたくさんあるみたいなので、私まだまだ全部は見切れてないから、なんかこれからちょっといろいろ見ていきながら、また気になったのがあったら使っていこうかなって思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。